なんだもんだら。1時間ぐらいじゃう？1時間ぐらいちゃう？1時間？1時間半ぐらい。じゃあ下りちょっと一つ飲んでしょ。いいよ。いや余裕やったらちょっと。せっかく涼しくなったのに。え？せっかく涼しくなったのに また汗だくになるな。いいよ、やってあげるわ。頑張ったからな。あ、そうなんや。さあ、それは何小学校？正解なんなん、ちなみに。唐崎小学。知らない。あ、全然違うところってことね。日暮らしが。いけるか？はい。
張ってなかったら先やん。ここ頑張ってなかったら先やん。ね、ここ落ちんでよかった。川下ろか。よう道がわからんから川下ろ。行けるか足。え？行ける？こっち。ここや。
ストラック。ストラック。どうしようかな。どっから行こうかな。あっち行ってみよう。よいしょ。ああ、明るくなってきた。危ないよ、滑るよ。寝音だけはいけず。ごめんね。また今度よね。ごめんね、まーちゃん。いや、全然いいよ、そんな。空と歩けたことが大事なの。まーちゃん、あとでちょっと桂川を見てみる？行こうぜ。無事回収。いこいこ。ごめんごめん。大丈夫。探し物したけど。あったわ。あ、そっか。てか、ばあちゃん、さっき何て言った？暑いよー。暑いの？わ、帰ってきたけども。けども？水を浴びたいんだよ。痛い痛い。さっきなんか水あったよな。あそこで浴びるわ。ちょっとこれ、これ汚ねえやん。よし、
牛に見える？どうやろうな。いえ、この岩が牛かどうかもわからんしな。あ、久しぶりに見た日の光。確かに久しぶりに見た。なんかずっと暗い谷やったな。うん、だから久しぶりに見たの、お日様の光。おお、ほんまやな。映えんな。ほんまや。よく見つけたね。すごい。たまたま上見てたら。いいよ、おごってやろう。待ったってー。あ、じゃあ来るやん。涼しい。あ、涼しい。涼しい。行こう。なあ、雨降ってきたな。ラッキー、ギリギリセーフ。あ、お腹減ったやろ。うん、行動食食べてないや、二人とも。うん、まいちゃんもお腹すいた。まいちゃんお腹すいたけど、なんもないわ。あ、
じゃあカニパン1個あげる。あ、いいえ、大丈夫大丈夫大丈夫。うん、じゃあフェトチーネグミいる。じゃあフェトチーネグミあげる。うん、食べた。あ、いいね。パッケージね、子供が好きな味って書いてたけど、うん、やっぱり子供が好きな味。そっか。あ、もうここから電波あるわ。電波あるの、うん、電波入った今。いやだってどのくらいの距離かわかるから。こんぐらい。あ、ここがスタートで。うん。お。もうあとくねくね行ってこんな道終わり。あとはアスファルト。うん。虫。虫。ブーンって聞こえた。はい、せーの。リンゴ。え？何が？あー、歌。歌。一生懸命のわー。ひまわりの種。その先はないんやな。その先はあるけど覚えてない。覚えてないね。お腹空いてきた。お腹空いたな。もうちょいもうちょい。もうずっとこんな見ちゃうから楽勝。じゃあちょっと走るか。お。ちょっと街並み見えてきたよ。やったね、まーちゃん。やったぜ。待って、家帰ってさ、時間があったら寿司でやっていいの？いいよ。今日はできるで。あ？今日はパソコン空いてるからできるよ。よっしゃー。明日、学校残り2日だ。やったー。いいな、夏休みはいいな。夏休みで裏山。裏山。あ、だいぶ帰ってきた。だいぶ帰ってきたよね。もうすぐそこやん。ポイーンって行けそうやん。うん、ポイーンって行きたいんやけどね。お腹空いた。お腹空いたな。晩ご飯食べようって。まーちゃんと2人ではま寿司で来るの初めてじゃない？一応ね、なんかママに連絡してなんかはま寿司合流にするかどうかとか言ってたで。あ、そっか。うん、いつもの。オッケー。だから降りたらちょっと電話してみるわ。そうだね。壊れている。うん。誰だ。誰だこんなにしたの。よいしょ。ああ、帰ってきた。はい、お疲れ。ああ。疲れ。お腹空いたね。空いた。お前もいっぱい食おう。オッケー。
ほんまにうるさいんやけど。やだあれ。ほんまにサイレンヘッドみたいやん。なあ。あーもう緊張迷惑ね。やめてほしい。びっくりするわ。ちょうど5時。下山。終了。終了。うるさいわもう。ほんまびっくりするあれ。戻ってきたよ。オッケー、終了。はい、お疲れさん。お疲れ。いい滝が見れた。